日本東京都墨田区錦糸町錦糸町は東京都墨田区の錦糸町駅周辺に発達する地区の通称、上東地域の代表的な繁華街の一つである。東京都により錦糸町、亀戸副都心に指定されている。錦糸町駅には JR 総武線、東京メトロ、半蔵門線が乗り入れる。地名の由来は、 現在の JR 錦糸町駅の北口の北西通りに位置していた錦糸堀から来ている。なお、錦糸堀の由来については、錦士堀が生まったものと諸説あるが不明である。現在の町名では、駅北側が墨田区錦糸、南側が墨田区高等橋である。墨田区随一の繁華街としてにぎわっており、おびただしい数の商業施設が集積している。また、 横川や亀沢などは、屋敷町としての歴史がある。丸井錦市町店錦市町は、JR 錦糸町駅によって南北に分けられる。南口は、上等エリア最大の風俗店や飲食店、場外馬券売り場があり、全般にわい雑な雰囲気がある。ファッション系商業施設の丸い、24時間営業の食品スーパー声優を要する。 大型店理ーンに近視町パルコが2019年3月16日に開業。駅ビルのテルミナには食品スーパー、家電量販店のヨドバシカメラなど多くの大規模な小売店などが営業を行っている。また、マグロのぶつ切りで有名な鮮魚店の魚ラも京葉道路を渡った丸井の並びにある。駅左手の四つ目通りを渡ったところにある楽天地には映画館と 天然温泉、楽天地スパがある。また、国道14号松白橋方向に進み南に、渡るとか段崖の先に、東京都立木頭病院がある。また両国橋方向に向かうと、ブレーキ博物館などがある。1964年1月劇場公開の東宝映画、喜劇駅前を神に、駅前及び現在の丸井金市頂店裏界隈が映っている。 テルミナは、当時、駅ビルキン市長という名称であった。同年2月劇場公開の日活映画、美しい10代には、同じ場所の他に4つ目通りの商店街が映っている。北口は、近年再開発が進み、古くからの歓楽街である南口とは雰囲気を意に、する。東部ホテルレバント東京や、新日本フィルハーモニー交響楽団のホームである。 コンサートホール、墨田トリフォニーホールが並ぶ。また、生活バリューモールと称する、ショッピングセンターのアルカキット禁止庁がある。1964年2月劇場公開の日活映画、美しい10代では、現在の北口側にあった貨物ヤードで撮影が行われている。百七十三年八月劇場公開の小畜映画、男は辛いよトラジロを虎じろ忘れなぐさには、 かつてあった長崎橋付近から撮影された貨物ヤードが登場する。夜間や休日などには駅前の南口や北口において様々なジャンルのストリートミュージシャンの演奏を見ることもできる。オリナスの南側には近視公園に墨田区総合体育館があり、スポーツも盛んである。1657年の明暦の大火は江戸城をはじめ江戸の町の大半を消失する。 大災害となった。幕府は大名屋敷や式や寺社仏閣を郊外に移転するなど江戸の町を大改造する計画を立てた。その受け皿になったのが現在の墨田区や江東区などの上東地区である。5番の目のような町割りが敷かれ、同じく東西、南北に伸びる運河も掘削されて水運を利用した物資の輸送を想定していた。近視町は江戸と下草の国を結ぶ街道が 大横川や横実験川と交差する地点に近く、古くから物流の拠点として発展してきた。明治になって、総武鉄道の駅が置かれたのも、物資の輸送を重視していたからである。河内温度を愛する、評論家の朝倉隆氏の活動に、近市町の町内会有志が共感したことから、1986年から毎年8月末に、河内から温度取りを招いて、 盆踊り大会は開催されている。地元の人々が子供から大人まで熱狂的に踊りまくるなど新たな錦糸町名物となっている。ありがとうございます。